競輪実況も予想も全力投球、橋本裕介です。当てすぎ達人たちの的中指南。大人の夜は9時からですよ。ミッドナイト競輪の攻略をお伝えします。ミッドナイト競輪とは7社で行われる非常にスピーディーな競輪です。そして何よりも当たる確率が高いんです。通常の9社建ての競輪だと3連単全通りは504通りに対して、7社建ての競輪ですから全部で210通り。どうだ。そしてもう一つの大きな特徴は出走表です。競争得点の高い順番に1番車から7番車までずらっと並んでいるんです。一番強い選手は1番車に間違いなくいるんです。例えば岸和田のミッドナイトで車番別の勝率を見ていくと、1番車の勝率は 48%、 2番車が 20.9%、 3番車が 10.2% と、やはり車番順に勝率の高さ、もう完全にデータが現れています。さらに私が重視しているのはスタートのデータです。ミッドナイト競輪は7社立て、2分線になることが多いのでスタートの位置がとにかく重要になってきます。オッズパークのサイトでこの直近の成績というのを見ていくと、各選手のスタートのデータ SHB とあるんですけれども、この S というのがスタートの略になります。 S はですね、号砲が鳴って一番最初にラインを越えた選手、回数ですね。この青いラインですね、ピストルが鳴って一番最初にこのラインを越えた選手にスタートの1回がつくということになります。まず1つ目、1番車に注目。点数上位の1番車、やはり強力です。そしてスタートが展開予想の鍵、初手の位置がとにかく重要になってまいります。この2つに注目してミッドナイト競輪を楽しんでいきましょう。当てすぎ達人の車検術、ここからは実践編。岸和田ミッドナイト3レースです。やはりここで注目になってくるのは1番の山田隼人選手になってくるんではないかと思います。この勝率、山田選手は 72.2%、 2連対率が 77.7%、 3連対率に至っては 88.9% と、これも9割近く3着は外していないということになりますんで、これは頼もしいデータなんではないかなと思います。で、この山田選手が勝つにしても問題は相手探しということになりますが、一番点数持ってる山田選手の後ろに2番目に点数のある野口選手が続くということで、これはもう鉄壁のライン構成ということになるはなるんです。126で3倍、123で 5.9 倍と、やはりこの競輪というのはラインで売れるんですね。これ並び予想下にちょうど出てます、126がラインなんです。ただこの1番の山田選手は若いしダッシュもあるんで、6番の村本慎吾選手まではついていけるかな、いけないんじゃないかなっていうところで、私はもうこの3倍のオッズはあえて外します。さあここから7番の勢いに乗って突っ込んでくるんだ。3番、126になるのか、126だ。これはあえて外したとこです。1番人気いっときゃよかったね。気を取り直してもう一勝負。さあ、ここはですね、1番の森田選手、まあ、もちろんねミッドナイトですから点数上位になるんですけれども、注目していただきたいのはこのスタートの回数です。21回という驚異的な数字です。この1番の森田選手がまず前を取るのは間違いないというようなメンバー構成になりました。ラインは147で、2番の岩城選手、この岩城選手が1番の、まあ、若手選手ということになりますね。この2番に3番が続くラインですから、この2、3が勝負どころで前に出たところ、1回引いた森田選手がどこで巻き返していくのか、これが最大のポイントになってくるんじゃないかなと思います。さあ、私の岸和田4レースの狙い目はこちらでございます。
森田三浦の折り返し、ここはしっかりと前を叩き切ってワンツーのところから行ってみました。上は3連単、下は叩けないケースで 1-2-3 のボックス。岩城選手の先行力にも期待して行ってみました。今度こそ的中目指して。147がですからね。いやー早いですね。いいスタートです。完全に想定通りの形がこれで出来上がりました。足立が動いてまいりました。6番の黒田を連れて中段から前段へと上がっていきます。これ引くんです。そうです。その後 2-3 で行くんです。これ完全想定通りです。ここで1番の森田が金杉ぐらいで行ってくれたら最高なんですけども、待つのかどうなのか。待っても OK です。待っても OK だけど理想は行ってほしいな。行ってほしいな。行ってくれたね。行ったね。4番三浦も続いてるね。これで完全にねじ伏せていきましたか。わあここでちょっとブロック。いやーこれ4番が飛ばされて、でもこれ 1-2-3 の2車単のボックスというのがこれで生きてくるんです。2番の岩城に飛ばされて1番の森田が粘っても 1-2-3 2車単ボックスパーフェクト来ました。ありがとうございます。 2-1 がいいかな。 2-3 よりは 2-1 がいいかな。当たりました。やりました。2番3番、さあリターンがどのぐらいあったのか。来た4500円入ってまいりました。やりましたプラスです。はい、減ってはおりませんよ。当たっております。見事この 2-3900 円購入しておりましたんでバッチリです。いやー本当に競輪というのはですね、もう選手の特徴を知れば知るほど楽しくなってくるのは間違いありませんので、まずはこのミッドナイト競輪を入り口にして競輪をオッズパークで思う存分楽しんでいただきたいと思います。オッズパークには予想のヒントや車検の検討に役立つコンテンツが満載、お得なキャンペーンも盛りだくさんです。